しやっとわかった気がするよ。立ち上がったばかりの声優事務所エールブルー、そして私たちはそこに所属している声優の卵です。ここに来てから今までいろんな出来事がありました。オーケー。ありがとう、あの子を見つけてくれて。助けてくださいだけを7回も取り直すなんて。そんな失敗今まで何回もあるかも。声優への道は遠いな。聞こえてる聞こえてる、あの日誓った言葉、その声がその夢が輝くように。それは本当ですか？挑戦する価値はあるかと思いますが。甘い世界じゃないわよ。うん、分かってる。こんなに長いセリフできるかなって。別にできないならやんなくてもいいんだぞ。頑張る気持ちだけじゃどうにもならないことだってあるんだよ。嫌だ、美晴がいないチームなんていいタイミングだったから。応援してあげようよ。この手紙を書いた子を抱きしめて伝えてあげたい。連絡がありました、声優を辞めると。私聞いてない。分かったんだ、ここいらが限界だって。やっぱり長いようで短かったわね。バカバカバカルーティンバカ。別に参拝でも構わないよ。さあ共に進もうではないか、この果てしなく長い声優への道は。でもそれ打ち切りエンドみたいだね。みんな今何してるのかな。貧乏暇なしね。ちょっとあんたね。まあ花でも見て落ち着け。泣いても笑ってもこれで最後だしな。後悔のないように。なんだかいい風が吹いてそう。とにかく全力で精一杯頑張ろう。
川千佐役の宮原さつきです。よはい、宮島ほろ役の山口めぐみです。よろしくお願いします。はい、トーミメイ役土屋リオです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。テレビアニメ9第2クールの放送が本日からスタートします、うん、放送開始から3ヶ月皆さん楽しんでいただけておりますでしょうか、うん、このQルームアルファではアニメの最新情報はもちろん、キャストならではのトークや本日初出しのお知らせも盛りだくさんでございます。お、はい、お3回目となる今回は私たち4人でお送りします。はい、この4人初めてじゃない？そう、初めてだよ、うん、何気に、うん、そうなんです。すごい緊張する。てかずっとコメントでさ、うん、私がずっとあのQルームアルファ、違う、Qルーム出るの初めてだねって書かれてるんだけど、私以外の人たちは出てくあるよ。出てたよ。出てた。出た出た。本当？出た？出たの？めっちゃ最初の方に出た。うん。あ、そうなの？なんかチームごとにさ、うん、なんか2人ずつとかやってた時もあったから。そう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 、あ、出たかも。そうなんだ。なんかこのさ、覚えてらっしゃらないね。いや、内山ゆりなと出たと思う。ちょっと自信ない。なんか季節で始まったのが多分夏からだったから、うん、春組はね、うん、やってないんですよね。あ、そっか、なるほどね。春組って言うんですけど、そのビューティフルトゥモローっていう楽曲でメインの、うん、あの務めた4人、うん、いわゆる ね、 そう、春組でやってました。満を持してですね。そうです、はい、頑張りましょう。よろしくお願いします。とはいえでも、はい、2人はさ昨日、あ、そうなんです、ね、あ、そうなんです。あの私 の、 あの Q&A っていう Q の、ね、ラジオにまめちゃんが昨日、うん、ゲストに来てくれたので、ちょっとね、あの、うん、はい、宮原さんにねちょっといじめられたけど、え、何何何があった、知りたいんだけど。楽しかったでしょ。楽しかったでしょ。楽しかったけど、何何、なんかいろいろあったんですよ。あったのよ。あの、アーカイブが1週間見れるので、気になった方はねそちらのアーカイブ見てください。はい、お願いします。私は日記を書いてるから。そうそうそう、日記の内容です。何があったんですかね。はい、はい、そして、テレビアニメもワンクールが終了しまして、はい、ね、うん、第1巻が発売されて、ブルーレイ第1巻が発売されて、先週の金曜日には旧セカンドパーティーの特別編集版もオンエアされました。皆さん見ていただけたでしょうか。すごかった ね、 ね、あんなに入るって思わないですね、30分の中に ね、 ね、確かにね、めちゃボリューミーな30分だった。ね、まだ見てない、はい、フルで見てほしいですし、そうだね、うん、はい、ブルーレイに入ってますのでフルで、うん、ぜひ見てください。見てください。お願いします、はい、お願いします。ということで本日は今までずっと Q を応援してくれている方も、アニメから Q を応援してくださってる方も、最後まで楽しんでいってくださいね、はい、それでは Q ルームアルファ始めていきましょう。せーの、3、2、1、Q。ということで、1月から放送が始まったテレビアニメ Q の第1クールでは、アニメで名前のある役を掴んだり、アイドルユニットとして凱旋したり、ラジオを配信したり、子どもたちの前で朗読劇を演じたりと、それぞれのチームごとの物語が動き出しております、うんうん、はい、まずはですね、私たちが演じるキャラクターや第1クールでの印象深いシーンについてね、改めてお話ししていきたいと思います。はい、はい、ということで、まあ、この間のアニメジャパンとか、まあ、ラジオとかでもねお話しさせていただいてるんですけれども、うんうん、まあ、今回も改めて詳しく話していきたいなと思っております、はい、じゃあまずはゆうなちゃんからお願いします。はい、私が演じさせていただいているのは月ほのかちゃんです、うん、出るかな。はい、こちらですね。ほのかちゃんはね本当にあのポジティブでいつもひたむきに努力ができる、うん、本当頑張り屋さんな女の子で、うん、あの声優になったきっかけはサンダーウーマンというヒーロー映画を見て、そのサンダーウーマンみたいになりたいというのがきっかけで、はい、声優を目指して頑張っているんですけれども、はい、あのなんとワンクール目ではね、あのブルームモールっていう作品で、うん、勝負あやめ役というアイドルを、ね、うん、勝負あやめだよ。違うよ。違う。違う。言ってるよね。と、ということでね、あやめちゃん役を、ね、はい、やりました。
うん、でもうねさっきのあのキービジュ見ても分かると思うんだけど、うん、スタイルがいいのよこの子。いや、いいよね、うん、私も初見で見た時ほのかを、うん、なんてスタイルのいい子って思ったんだけど、うん、やっぱりねこれは彼女の努力の結晶なのよ、うん、やっぱ、ね、毎朝こうトレーニングを積んだりね、うん、あの体でさえだから体が資本だって知ってるから、うんうん、鍛え上げてのあのスタイルと思ったらもう全部全部好きよ私。でもそういう部分似てるよねゆうなちゃんと。あ似てる。可愛いし、なんかこう努力をするとこ怠らないところとかすごい似てるなって思う、うん、結構まんまだと思ってる。まんま、え体が資本だからこう、うん、鍛える、うん、そのまんまで。あ嬉しいすごい嬉しいでも私もちょっとでも近づこうと思って髪の毛伸ばしてるのよ。そうだよね。そうそうそう、そうなんだ。かったんだけど、ちょっとでも近くなったらいいなと思って伸ばしてるんですが、うん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 、そっくりよ、ね、伸びたよね、そう考えるとさ、うん、嬉しいわ。え、何今日こういうコーナーそうよ嬉しいじゃないですそっか、はい、そしてですね、そんなほのかちゃんの、うん、あの第1クール目のおすすめシーンがありまして、はいはい、いうのがね、ボリューム2で確かあの鹿野志保役の森谷京香ちゃんも言ってくれたんだけど、うん、シャープ8話でね、あの 100% っていうタイトルの、うん、お話があって、で志保はねあのあアフレコ組なんだけど、アフレコで NG のリテイクを出したことがあんまりない子だったんだけどね、うん、初めてこのリテイクを出しますっていうお話がありまして、そこでねあのブルームボールの音響監督さんって斉田さんっていう方がいらっしゃるんだけど、めちゃくちゃ怖いのよあの、うん、OK の人なんだけど、うんうん、すごい怖いんだけど、その方にいや私のキャラクターはこういう心情だと思うからこういう風にセリフ言いたいですっていう、うん、初めて物申すシーンがあって、うん、そこがね本当に私が見てても怖いよね、志保大丈夫って思ってたんだけど、うんうん、そしたら隣にいるほのかと、まあ、ことこさんっていう方がいらっしゃるんだけど、うんうん、がこう手をねこうスッスッって持ってる、なんか守ってあげてるみたいなシーンがあって、あったね、私すごいあそこのシーンが好きで、ね、すごい今めっちゃ言っちゃったけどごめんね、ファンクールめちゃんと見てみたいなそうっていうシーンがあって、なんかねそういうちょっとしたまあだからセリフは長いセリフとかあったわけじゃないんだけど、そういうなんか動作っていうの、うん、でこのチームっていうかさ、このスカイグルーヴ組のなんだろう友情みたいなのが見えるシーンが私本当に好きで、その他もねいっぱいあるんだけど、そういうシーンが散りばめられているのでぜひそこ見てほしいおすすめシーンもう一回見て見てくれ、ありがとうございます、はい、はいはい、じゃ続いて宮原ちゃんお願いします。はい、はい、私が演じているのは赤川千紗ちゃんです。はい、はいはい、赤川千紗ちゃんは、まあ、高校卒業してねすぐにねこう単身で上京してきたっていう女の子なんですけれども、あの新潟出身ですね、そこは私と同じでございます。で真面目で面倒見のいい子なんだけれども、まあ皆さんねご存知の通りね、あのワンクール目の第11話では弱いところも見せたりしてっていうね、結構皆さんの中でこう多分アプリとかやってなくて初見の方は印象ガラって変わったような子なんじゃないかなと思うんですけれども、うん、まあすごくねいい子ですね、うん、いい、はいっていう風に思います、うん、で私のおすすめのシーンは、まあさっき言った通り11話が担当回だったのでそれもいいんですけど、ですね4話の愛理の担当、ラッキーカラーっていう回があるんですけど、あれの最後らへんだね、最後らへんで、まあ、言っちゃうとお稲荷さんを作るんですけど、みんなでで、ゆずはが先にパクって食べて、あーおいしいみたいなこと言ってちょっとってなるんだけど、それに乗ってちさがんじゃ食べちゃおうって言って、あらおいしいっていうところがあるの。いや本当そのテンションでしょなんかマダムみたいなの言ってる、知ってるちさと違うんだけどおいしいって言うんだけど、そんなじゃないなんかそういうなんだろう、真面目なだけじゃなくてノリもいいところが、まあ、18歳よ言うて、なんかすごい等身大の女の子だなって思って、うん、私そこおすすめシーンです、ぜひ見てね、うん、みんな、そこなんだ、うん、いや素晴らしい、ありがとうございます、はい、何回もアニメ見てください ね、 ね、はい、続きましてじゃあまめちゃんですね、はい、お願いします。はい、私が演じているのは宮地まほろちゃんでございます、うん、この子はですね私と共通点が多くて、うん、まず子役出身なんですよ、うん、でまず1話で早速ね演技をね披露するんですよ。そうだったね、そこでみんなからなん
何あの子みたいな、すごい演技上手って言われなきゃいけなくて、なった私もすごい緊張したっていうのが、ね、はい、嬉しいあるよねあります、うん、で一見ね結構、まあ、みんなと一緒に行動するのが苦手な子だから、苦手っていうか好きではなくって、うん、まあ、結構一匹狼気質な部分があるんだけれども、実はねメンバーのことをねたくさん思ってすごい心が温かい人っていうのがこれからね、うん、2期も含めてどんどん出てくるんじゃないかと思っております、うんうん、そしてワンクールで私のおすすめシーンはですね、まあウィンドの回といえば6話、うん、で結構ね私あの回のマホロ全部好きなんですけど、うんうんうん、一番はあのアヤがね、ミリちゃん、猫のミリちゃんがいるんですけど、本当は寮で飼ってはいけなくって、でもそれを、まあ、手放したくないみたいなアヤがずっと言ってて、でちょっとベソ書くんですよアヤが、うん、そこでマホロがちょっとアヤって叱る分がありまして、うん、あの少しはプロ意識のあるタイプかと思ってたけど全然ダメって怒るシーンがあるんですよ、うん、でもただ怒ってるだけじゃなくってちょっと愛を感じる、うん、そこでチーム愛を感じるシーンがここかなって思っているので、ここが私的には好きなシーンでございます、うん、はい、うん、仲良くないって言えないよねそういうことって。そうだよね、うん、優しいんだよねマホロはさ、そう優しさじゃん、優しい、ちょっとくれるのってさ、うん、口はねちょっと強いけれども、うんうん、でもなんか優しい子だなって思う、マホロは優しい、視野が広い、いい子、みんな分かってるねよく見てくれてありがとう、よく見てくれて、明日誕生日じゃない、そうだよ、そうなんです、そうなんですおめでとうマホロ、もうすぐだよもうあと2時間もないね、確かに、おめでとう、すごいありがとうございました、ありがとうございます、はい、はい、そして最後ですね、うん、私が演じているのは遠見めいちゃんでございます、うん、はい、めいちゃんはですね、あの口数が少なくて、まあ、感情もそんなに表には出さないタイプの子なんですけど、うん、まあ、ゲームもできますしプログラミングもできますしっていう、何でもできちゃう、割と何でもそつなくこなしちゃう天才肌なタイプの子で、で、あの同じ、まあ、同じアニメだと似たような感じのお洋服のねジャンルのお洋服を着てる丸山りえちゃんって子が隣にいつもいるんですけど、うん、やっぱめいちゃんにとってはそのりえちゃんの存在がすごく大きくて、なんかその事務所に声優になるって言って声優を目指したのも、まあ、エールブルーに所属したのも、まあ、リエがきっかけな子なんですけれども、うん、はい、なんか結構ねあんまり喋んないんですよ、そうだねとか、まだちょっと謎が多い子だなと思ってるよ、だけど別に感情がないわけでもないし、うんうんうん、なんかまたこれからどんどんねあのそういういっぱい見てもらえるシーンはあると思うんですけれども、うん、まあ、そんな中でもね私がおすすめする、まあ、シーンといいますか、まあ、話数といいますか、うん、第7話がそのめいちゃんがいるそのチームムーンっていう子たちがあのメインの回なんですけど、うん、まあそこの回が好きかな、なんかメインのシーンっていうよりは、うん、なんか本当にその4人が参拝声優って言ってた4人が、うん、まあ、なんかこう一歩踏み出し始めるような回なので、うん、本当に何回も見てほしいなっていう、結構なんかギャグ寄りというか、うん、面白いシーンが多くってめいちゃん突っ込んだりするから、うん、もそっとね、うん、だからそういうのが多いんですけど、なんかそういう空気感というかなんかそういう部分がすごい好きなので、うん、第7話は何回も見てほしいなと思います、うん、はい、めいちゃんってさ、うん、サイメイナ、トウミメイナ、トウミメイナトウミメイなのよ、すごい可愛いなって思って今見てた、なんからしいよね、飾らない感じ、シンプルなんです可愛いらしいよね、字もちっちゃくてね、そうね、うん、いいんです、はい、はい、ということでね、喋りたいことまだまだたくさんあると思うんですけれども、うん、第1クールではブルームボール組やフォーチュンの4人、フォーチュン組の物語が多かったんですけれども、まあ、先ほどのね PV でもご覧いただいた通り、うん、本日から始まる第2クールではマホロたちやメイたちのお話もあるんじゃないかなと、活躍がね見ていただけるんじゃないかなと思いますので、皆さんぜひ見てください、はい、はいはい、ということで、お当番会、お、あ、そうだ、だってさ、さっきさ、うん、出たじゃん、ちょっと2クールのさ、うん、PV、ね、出たじゃないですか、うん、はい、あのシーンを見たらね、あのアプリをやってた方は分かるんじゃないかなみたいなシーンも出てるじゃないですか、ね、あ、ワンクール目ほのか音当番会なかったしな、あれということはどうなるんだろうね、どうなんだどうなんだろう、メイとかね、マホロとかね、うん、あのウィンドとかムーンの3人組が、はいはいはい、まあ、もうちょっとね、うん、あのそうですよね、当たるんじゃないかなと、スポットが、はい、うん、
って思っておりますけど、はい、どうなのかわからないので、どうなんだろうぜひ、はい、見てください。本当にね、なんかネタバレになっちゃうからあんまり言えないんだけど、うんうん、まあ、PV 見ていただいただけでも、うん、どうなっちゃうんだこれからっていう、うん、ね、みんな結構、うん、ざわざわみたいな、本当心配になるセリフを言ってる子もいたり、泣きそうになってたじゃん。泣きそうになっちゃう。始まる前にもうなんか2人で言ってたよ出せよって言ってみんなで見てたんですけど、うん、本当にね、どうなっちゃうのか最後まで見届けていただけたらなと思っております。はい、楽しみにしていてください、うん、ということで本日から始まる第2クールにもぜひご注目ください。はい、それではここでこの曲の MV をご覧いただきましょう。2020年3月にリリースされました Q の2枚目のシングルです。エールブルーでビューティフルトゥモロー。ビューティフルトゥモローの MV を撮りましたけれども、はい、これ2年前だよ、2年前やだ、すごいね、髪型だって全然違う、難しい、短くなってる人もいれば長くなってる人もいれば、嬉しい、みんな違ったよ、ね、難しい、みんな違った、私たち以外もみんな違った、うん、髪色とかも全然違った、面白いねやだ恥ずかしいよ。若いっていいね。うん、若いっていいね。今もいい。今もいいでしょ。いいですか？2年前だし。やっぱそう。年を取ると深みが出ますから。うん、私たちの深みがある。人間性ありますか？深みが深みが。内面から出て、内面フレッシュさがね、溢れてましたね。うん、確かに。いやでもさ、あれすごいダンスシーンとかも頑張ってさ、すごいいろいろ思い出したもん、なんかあのそうだ、ね、衣装もさ何パターンか撮ってると思うんだけど、うん、あの白のさ、うん、白黒、うん、そうそう服とかさ、うん、最初に私たちがあの服を着て、うん、その後にジャケットの絵が描かれなかった、うん、あ、そうそうそうだよね、そうだ、よく言ってくれました
そうなの、実はそうなの。合ってるんですよね、キャラクターがね、私たちに言ってくれてて。リンクしてるんですよ。あれすごい素敵だよね。そう、なんかビューティフルトモローの MV でさ、うん、なんかそのフォーメーションが結構綺麗なんですけど、うんうん、エルブルーの曲って、うん、なんかその MV 撮るときにビューティフルトゥモローで一番この微調整っていうか決まってたバミリから当日カメラの映り方でこうちょっとずつずれてっていうのをすっごいやった記憶が、ビューティフルトゥモローはすっごい強くて、うん、あそこから始まったなっていう、その細かい調節が、ね、確かにさ、落ちサビ4人じゃん。そうそう、さ位置背中合わせになってるところがあるんだけど、うん、そこのバミリが本当撮りづらくてね。実はあの床にすっごいちっちゃくテープが貼ってあってそこに行ってるんだけど、それもねこうやって見るわけじゃないから白い床に白いテープなんですよ。それでもちっちゃいの、何も見えなくて、でもさ見えるようになったのよ結局。そうそう、だから見える人は見えるって感じ。そうそう、心の目で見てその位置に行くのよ。めいちゃん歌い始めだからさ、私がセンター取んなきゃいけなくて、ね、うん、どこみたいな、ね、すました顔してるけどめっちゃ焦ってた。うん、踊りながら行くとね、うん、あ懐かしいね。だね、懐かしい、面白い、懐かしい、懐かしい、でもいい思い出だよ、うん、本当そうだね、あった。いやいやいや、何度も見てください。はい、何度も見てください、ありがとうございます。さてですね、はい、本日からアニメの第2クール放送されるんですけれども、はい、主題歌も変わります。あら、はい、はい、新しくなります。はい、アニメジャパンでもお知らせした通り、うん、本日オープニング主題歌トゥモローズダイアリーの MV 初公開いたします。やったー、これはいきますよ。では、はい、早速ご覧いただきましょう。エールブルーでトゥモローズダイアリー。聞こえてる、聞こえてる、あの日誓った言葉、その声が、その夢が輝くように。ここまで、はいはい、あります。はい、どう、どうよ、みんなちょっと話すことありすぎるんじゃないか。ありすぎる、どうしよう。え、何から話す、どっから行く。でまず衣装だよ、衣装、衣装。あ、オッケー、衣装ね、うん、あのフォーエバーフレンズ着たんですよ、この衣装、はい、これですね、うん、久しぶりに、久しぶりだったよね、いや嬉しい、うん、なんかいいよね、やっぱ最初の衣装だからさ、うん、2クール目のオープニングだけど、うんうん、昔の衣装着て踊って ね、 ね、エモいね。いや、よかったな。あとは写真たちね、はい、あったね、はい、冒頭から
え、1枚目私だったりした？写真写ったの最後の土屋リオは見た。確かに土屋リオちょっとぼやけてる土屋リオ見た見た見た。写真もね、あれね、どういう風に使ってもらえるのかなって思ってたんだけど、だ、ね、ああやって素敵ねおしゃれになってるよね、どんどん、うん、SV がさ、うんうん、ね、いいんだよ、写真、ね、撮影してる風のさ、うん、撮影してるところを動画で収めてくださって MV になってたんだけど、うん、はい、うん、いやー、うん、めっちゃいいよね、それも良くない？なんか良かった。私実はさ、冒頭の内山のところって、うん、私たち帰った後に内山だけ残って撮ってたんですよ。だから、うん、私たちも見るまで知らなくてどういう風に撮られてるのか、うんうん、まさかね、あんなねことをしてたなんて、こう手書きでさ、ね、シーン書いてたんだと思って、ね、そうそうそう、良かったんですよ。私、手書きといえば、あ、そう、言えば、今知ったんだけど、なんで、嘘、書いたじゃん、めっちゃ書いたよ、書いた、書いた、私書いて、書いて、あれ、あそこどこで使われてんだろうなってずっと考えてて、そうでしょ、今ね、みんなのコメント見て気づいたの、あ、嘘、僕はめちゃめちゃ見えやすく書いてあった、あ、そういうことだよ、顔しか見てなかった、自分のパートをさ、そう、みんなの顔しか見てない、そうだ、待って、私ね、さっき流れた時もう見てなかったから、嘘でしょ、見てない、まだ一回も、嘘、私よりひどい、私目に入ってないってこと、ちょっとみんなのね、お顔に夢中でそうでしょ、そうしますと、そうなるよね、A メロ、B メロのあのソロパートがあるじゃないですか、うん、のところは、この下にね、歌詞がさっきあったと思うんですよ、うん、この出てた歌詞が、うん、なんと直筆ということで、うん、キャラクターが書いてるという点ね、みんな、そう、自分が歌った人がね、書いたんです、書きましたけど、私もまだ見てない、なんでほら、見てよ、嘘でしょ、もしかしたら見てる人たちもね、顔にとらわれすぎて見てなかったかもしれないから、大好きじゃん、私の顔だけじゃないですけど、当然可愛いな、みんなの顔だよね、そうだよ、そうだよね、後でみんなで一緒に見ようね、もう一回ね、あ、違う、後でじゃない、後でじゃないんだよ、違う、違ないのよ、あのね、今ご覧いただいた MV で終わっちゃったんだけど、ね、フルバージョンが、はい、YouTube の旧公式チャンネルで明日です、うん、明日の4月9日土曜日18時プレミア公開します、はい、なんと、なんと最後まで見れると、ね、そう、最後まで見れるし、みんなの手書きの字も見れるし、うん、一緒に見ようね、見ようね、プレミア公開でね、反応しようね、いや、なんかさ、手書きの字にもさ、性格とか出るんだと思って、出るよ、それすごい、見てないのに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 、そう、なんか悲鳴が上がりながらみんな書いてないかった、書いてた、書いてた、書いてながら、五回ずつぐらいこう、そうしてると、ゲスト回してきたみたいな、そう、書いてた、待ってみたいな、このひらがなってこんな形だったっけみたいな、ねみんなやってた、みんな、うん、だんだん分かんなくなってくるんですよ、何回も書いてた、あとさ、何、うん、ロケよ、いや、あ、外ね、外のシーン、そうよ、どうでしたか、寒かったでも爽やかに撮れてる、そう、爽やかだよ、ございます、プロだなって思ったよ、カメラ回ったらさ、みんなすってって笑うんだもん回る前までサメサメサメ無理無理マジ無理マジ無理とか言ってんのに、カメラが回ったよね、ちょうどね、寒い時期で、そう、もう、なんだろう、山の頂上みたいな感じだった、すごいね、標高高めのところに行ってて、風がね、風がね、ビュン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 みたいな、すごかったんですよ、すごかった、なのにみんな春服だからね、薄めなんだよね、そう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 、だって急遽ね、あの、来ましたもん、羽織って、あ、そうだそうだ、カーディガンが追加になったね、人がいるんです、細かく見ていただけたらね、分かると思うんですけど、外に行ったら服が変わってる組がいるんですよ、上に羽織ってる組がいるんですけど、なんでかなというのをね、まあ、細かく見ていただきたいですね、そうだそうだ、はい、でもすごいさ、みんな、なんだろう、自由に動いてくださいって言ってやったよね、外ロケの撮影、うんうん、だからすごいさ、素が出てるっていうか、確かにね、なんか、うん、私バードの4人で撮ってるんだけど、主に本当なんかドンって押して、おい、やめろよみたいな実はやってたりして、でもそれがこうね、スローモーションになるとすごい、そう、すごいねってすごい楽しかったよ、作品楽しかったね、しりとりとかしてたよ、ムーンは、へー、そうなの、平和だね、リンゴとか言って顔作りながらしりとりしてた、あ、そうか、そうか、ニコニコだね、まあ、そんなね、裏話もありながらね、まあ、皆さん、明日プレミア公開ですので、はい、はい、ぜひ一緒に MV、はいはい、見ましょうね、見ましょう、Thank you.
続いては私たちの絆を見せつけるために恒例のこんな企画を行います。絆を証明、みんなのキュートキュートキュート、やー、やー、はい、キュート始まりました、恒例のコーナーですね、ということで、今から他の3人が自分のことをどう思っているのかを当てていきたいと思いますよ、はい、はい、それぞれ事前にこの人のここがキュートというポイントを、はい、こちらのスケブにね書かせてもらいました、はい、30秒でどんどん答えていって自分のどこがキュートと思われているかを当てていこうというゲームになります、はいはい、もし30秒以内に3つのキュートを全て、答えることができなければ、うん、キャラクターの声で外れてしまった人と仲良くなれるようなセリフを言わないといけません、はい、ので皆さん自信のほどは自分のキュートポイント自覚してますか？苦しいよねこれね。これそう、自分のさ褒めるってさ苦しいの、苦しいの実は。でもコメント欄見てもいいって言ってたから、あ、そうだ、参考にしましょう。頼んだぞ、みんなも褒めてね、だからさ、なんかさっき裏でさ、うん、何書くって言ってさ、うん、この4人可愛いって感じじゃないんだよねって言われてたら、そうそう、キュートなところ可愛いみたいな、そう、魅力的じゃない私たち。そうそう、魅力的だよ。1時間に書き終わったからこれ。そうか、そうか、そういえば早かったね。そう、そう、もうじゃあそんな、じゃあまずはね、そんな自信満々のチャンリオからやっていきましょう。自信があるのは人の方なんだけど。そうか、ね、私たち3人がどこがキュートと思っているのかを当ててもらいますよ、うん、はい、じゃあ準備はいいですか？はい、大丈夫です。はい、それではチャレンジスタート。顔、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 や、可愛くない、違う、そんなの言うと、なんだろう、声、声、声、歌声、可愛くないんだ。髪型しか可愛いよ。髪型、ネイル、メイク、メイク、メイク、どこあと可愛い？教えて教えて教えて、全部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 、全部じゃない、全部じゃない、顔しかコメントがない。顔以外何？ゲーマー、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 ゲーム、ゲーム、ゲーム、ゲームが得意。顔だけど、あ、目が好き。口、口、笑顔、はい、うわー、来た。あとは何が可愛い？あ、はい、終了。全然分かってないやん。辛口、怖い、怖い、怖い。コメント顔しか流れみんなもっと言ってあげてよ、ちゃんと。分かってることじゃん。そうだよ。というみんな好きやろ、リオさんのこと。はい、ということで、チャンリオが当てたのは3人中1人ということで、チャレンジ失敗です。あららー、はい、ちなみに答え合わせしますか？はい、ではまず私、そう、正解ね、笑顔、やっぱ可愛くない？可愛い。リオさんさ、なんかさ、横に広がる笑顔じゃなんか、にーって。そうだね。そうさ、可愛いってなるのが、すごい可愛いなと思ってて、憧れてるところでもある。本当に？すげえいい笑顔じゃんと思って。本当？うん。ありがとう。はい。自信持つわ、笑った顔。持って。可愛い。可愛いよ。すごい可愛いじゃん。次、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 次は？で、出なかった2人で何書いたの？私はですね、意外とスキンシップが多めなところです。そうかも。あ、確かにね。そう、なんかダンス練習とかしてると、うん、意外とね、いろんな人にこうね、今日はどう、調子どうみたいな感じでスキンシップ多めなの。結構ツッコミ役にも回ってくれるし、しっかりしてるんだけど、なんかこういうところに私は乙女を感じて可愛いなって思ってます。うん、あ、なになになに、その恥ずかしいな。はい、私ね、なんかちょっと似てるし、うん、なんか迷った。お、本当？わざといところが可愛いって思ったんだけど、私はこれ、仕草。確かにね。もう仕草？なんかこう仕草。何？はてな？具体的にどういう仕草？え、なんか動き、なんていうの、女の子じゃない？ちょこちょこしてない？ずっと。そうか？してるよ。本当に？一番女の子だと思ってる。バカ。え、お前から変なこと言われて。え、でもなんか綺麗だよね。なんか。なんだろう、下品なこと絶対しない。わかるわかるわかる、綺麗、女の子、わかるわかる、営業妨害だからやめて。下品キャラで言ってないの。はい、ということで、はい、じゃあ罰ゲームですね。残念ながら失敗してしまったので、はい、当ててもらえなかった私とマメちゃんに向かって、はい、メイちゃんの声でね、仲良くなれるようなセリフをお願いします、はい、いいな、本人に言えばいいんだもんね。はい、うん、それではするな、なんかわかんない、お願いします。お願いします。ゆうなさん、さつきさん、間違えた。私でもいいよ、私も入れて。ゆうなさん、めぐみさん、ごめん、ゲームする？私負けないけど。はい、
ない。いや負けないんですよ、めちゃん。可愛い。うん、負けないんですよ。確かにめっちゃ強いからね。余計にさつきさん言っちゃったんですけど。ありがとうございます。一緒にゲームしてもらいます、ね。やり直しさせていただきました。はい、いいですね。じゃあどんどん行きましょう、はい、ということで、続いてまめちゃんにね、はい、チャレンジしていただきましょう。準備はよろしいですか？うん、よろしいですか？はい、それではやだな、チャレンジスタート。え、ちょっと待って。目、はい、やった。早っ。早い。ネイル、違うんだな。え、ダンス。いや、みんな何頑張れ。マリカ、マリカマリカマリカじゃないよ、みんな。何それ。おしゃれ。あ、はーい、いいじゃね。え、なに、チャンネルが言いそうなこと。なんだろう。ほっぺ、ほっぺ。まだや、私のことは。髪声、どん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 。あれ、足足髪の毛。あー、終了。残念。惜しい、惜しかったね。当ててよ。え、でもすごくない？私すごいよ。すごいすごい。すごいね、まめちゃんが当てたのは3人中2人、うん、まあでもね、ちょっとチャレンジは失敗になりますが。えー、すごい。でも結構早く当てたね。結構ね、みんなのヒントがね、うん、そう、なんかメメ確に書いてくれてた、うん、ありがとうございます。リサピちょっとよかった。いや、もうおめめ可愛くない？目可愛い、わかる。嬉しい、うん、すごい可愛い目。本当に？目そんなに？なんか目確かに、ね、目だけなの。目、いや、目以外は間違うか。可愛い、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 可愛い。え、ね、私はおしゃれって書いたんだけど、はい、じゃあもう髪色もだし、ね、ネイルもだし、わかるよ。ファッション、普段のファッションも全部おしゃれなのよ。うん、こだわってるよね。ちょっとね、一つに絞れなくて、うん、ちょっと大きくおしゃれって書いちゃいました。うん、ありがとうございます。私が書いたのはこちらです、うん、ちょっと変なところ。え、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 なんでなんで、ちょっと変なところ可愛くない？え、いや、え、例えばどういうところが変なの？え、なんか急に変なこと言い出すじゃん。意外とボケ、意外とボケだし、天然なところ。いやいやいや、全然。そうなんだ。天然って書き方したらいいかな。天然って書き方したら褒め言葉になる。その豆知らないんだけど。嘘。うん、そう、私たち浅いなー。えー、なんちょっと待って、マウント取れて。悔しい。え、なに？え、嘘。嘘。ちょっと変なんですよ。多分見てる人はね、わかると思うんだけど。わかるの？ちょっとわかる、わかるけどって言ってるじゃん。嘘。そうなん？先生もわかんないのに。ちょ、こっから分かってこう。私たちにはまだ心を開ききってないのかな。ちょっと明らかになっちゃった。あー、やばい。ちょっと変なとこ可愛いんです。え、見たい、そこ可愛い。いいな。どこで見せればいいの？レッスンとかで変なとこ。喋ってたら出てくるよ。お願い。本当？喋るわ、じゃあ。毎回話しかけに。めっちゃ喋ろう。はい、はい。ということで、残念ながら失敗してしまったので、当ててもらえなかったチャンリオにね、向かってマホロの声で仲良くなれるようなセリフをお願いします。それでは。チャンリオに言うの？そうだよ。そうだよ。お願いします。マホロね。リオ、リオが考えてることちょっとよくわからなかったから、とりあえずマホロと一緒にラーメン食べに行かない？行く。素敵。めっちゃ行く。いいな。嬉しい。キャラの声って可愛い。いいね。で、ずっと見てたけど。見てくれなかったです。私もさっき見てくれなかったから。かわいい。何ちょっとイチャついてるそこ。はい、はい、ということで、はい、じゃあ続いて、はい、サッピにチャレンジしていただきましょう、はい、準備いいですか？はい、はい、はい、それではチャレンジスタート。目、声、違うんだな。歌、違うな。歌声、違う。素直なところ、違う。首が長い、色が白いだ。何言ってんの？全部違うよ。髪が短いよね。髪が短い、うんうん、あとは、あ、サッピといえば意外とキャッキャってしてる。してない、ね、してない、してない。してないの。、ね、あとは、待って、何？え、どんどん意外と甘えん坊だ。違うのか。終了。マクロしただけ。はい、サッピなんと何じゃあ3人中0人、うん、ということで、はい、チャレンジ失敗になります。信じられない。あら、なんで肌が白いわね。さっき褒めたからね。さっき褒め、そう、今日褒めてくれてたよ。白いねって、うん、そこじゃないの。それもあるんですけどね。見ていきますか。じゃあ私からでいいか。私からでいいんですか。本当に私からでいいんですか。なんで、なんで。圧倒的顔。お、え、私顔って言ってない？目って言う。うわー、あーちで言っちゃったね。もっと広く言った。ちょっとね、あの、学習しちゃったんだよね、前の2人で。あー、そうか、そうか。そう、顔じゃないんだと思っちゃった、うん、顔か、顔です。
ありがとうございます。はい、そしてマメちゃんが、私は毒舌。あキュートなのそれって、うん、キュートなの。あ、キュートなんかね、強い毒舌じゃなくて、うん、愛のある毒舌。あ、そうなの。あ、ないかない。それはどうなの。え、このコーナーで聞いてるさ。それはそれでさ、なんか話しやすいし、愛はないけどね。愛はないけど毒舌可愛いよね、なかなか出てこない。なんかでも笑顔でさ、さらっとなんか言わない。そうそうそう、ストレートにズサッてくることを。私は好き。来ちゃってんじゃん、ズサッて来ちゃって。わかるってみんな言ってる。コメントわかる。あ、わかるなの。ありがとうございます。褒められてんのかな。褒めてる。ありがとう。私がね、書いたの、意外とロマンチスト。あー、それでわかる。そうなのよ、わかるわ。こういうさ、毒舌な部分が結構ね、そう。ね、なんなの、おい、なんなん。そう、あるんだけど、意外とね、なんか理想的な、なんだろう、プレゼントの渡し方何とか聞くと、すごいなんかロマンチストな答えが返ってくるのよ。聞いたこと。意外と可愛いんですよ、と思って考えてること買って。はい、ということでね、まあ残念ながら失敗はしてしまったので、当ててもらえなかった我々全員に向かって、ちさの声で仲良くなれるようなセリフをお願いします。わかりました。それではお願いします。ゆうな、めぐみ、りお、ちょっと当てられなくてほんとごめんね。でもみんなお腹空いてるでしょ。今日は私の作ったご飯でパーティーよ。ありがとうございます。すごい締まりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。食べよう。よかった。よかったです。ドンって音入ってましたけれども、素晴らしい。では最後かな。最後はゆうなちゃんにね、チャレンジしてもらいましょう。はい、準備いいですか。大丈夫です。はい、それではチャレンジスタート。ダンスダンスダンス。え、何違う。顔何？違う。なんだろうな。いい、もちろん。意外と褒められると調子乗るとか。そう。あざといとか。え、それはそう。何？あとウーポーズ可愛いとか。いや、それはない。いやって。髪の毛サラサラ。え、何？女子力高いとか。なんで全然高いじゃん。あと何？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 あ、吸ってるとこ可愛いとか。可愛くない。天然。え、なんだよ。やってんな。あ、スタイル？違うな。あ、何？あと何？あと何？私のいいとこ。ゆなちゃん、ウーパーでしょ。出なかったね。なんで？たくさんあるよ、あなた。ほんと？ウーだけじゃないわ、あなた。じゃないの？あれ？ちょっとびっくりですね、これは。でもなんか私が書いたやつ、最初に言ってたやつちょっと似てるかも。あ、なに？ウーポーズ？近いな。あ、じゃあ土屋からどうぞ。なになに？意外と褒められるとみたいな時。あ、私ギャップが可愛いって書きました。なんか私のイメージ、なんかダンスもかっこいいし、なんかこうできるお姉さんのイメージが強いんだけど、意外と甘えん坊だったり、なんかうーとか言ううーとか言ううーとか言うところとかが可愛い。うーが可愛いんじゃなくて、うーが可愛いくなるんじゃないんだけど、うーってかやっちゃうところがギャップがあって可愛いなって思いますね。なるほど。意外となんかこう可愛い、可愛いんですよね。なんかギャップはすごいわかる。ギャップすごい可愛い。確かにね。印象と違うよな。そう、印象と違う。すごい可愛い。もっと、はいはい。はいはいはい。続いて私。はい。私は柔らかそうな筋肉。言えばよかった。筋肉ね。筋肉ってさ、いいよね。いいよ。わかるわかる。努力の結晶だしね。すごいさ、綺麗な筋肉してる。そう、わかる。わかるでしょ。え、でもそれ可愛いの？え、もちろん。本当にちょっと笑ってなかった。本当に可愛いよね。可愛いよ。可愛い、魅力的だよね。魅力的よ、ほのかそのものよ。そっか、まあそうだよね。あとだって小綺麗にしてて筋肉あるっていうのがギャップもあるし、筋肉も可愛いの。そっか、そうよ。丸め込まれた。え、で、サッピア？私はですね、早く寝るところです。それ可愛いか。可愛いよね。可愛いの？早寝なの？すっごい早寝なの。なんかさ、ホテルとかにこう前乗りで泊まったりするじゃん。するともう部屋入ったらすぐに荷物を持って。可愛くないでしょ。すぐにお風呂に入って、すぐにもうね、お布団に入るの。へー、すっごい早いの。それは可愛いの？可愛いの。バカじゃん。マジで書くことなかったんでしょ。絶対やってだって。だって間違えてるし、上。間違えた。だけど厳選した中でだよ。あ、そうなんだ。はい、
じゃあ罰ゲームですね。そうだね。じゃあまあ残念ながら失敗してしまったので、はい、まあ誰にも当ててもらえなかったので、まあ、みんな分のね、あの3人に向かってほのかの声で仲良くなれるようなセリフをお願いします。はい、それではお願いします。お願いします。さつきさん、めぐみさん、りおさん、当てられなくてごめんなさい。でも今日は私のお気に入りのプロテイン持ってきたのでみんなで飲みましょう。やったー、プロテイン嬉しい。本当に思ってる。本当に思ってる。持ってる。持ってるよ。はい、はい、ということでね、あの今回は4人の絆を見せつけてきました、はい、はい、ということでいかがでしたか。楽しかった。楽しかったね。楽しかった。楽しかったね。はい、ということでアニメでのね16人の成長とともに私たちキャストの絆の成長にもぜひご注目ください。以上、絆を証明、みんなのキュートキュートキュートでした。はい、ここからは Q からのお知らせをお届けします。まずは主題歌 CD 情報です。テレビアニメ Q 第2クールの主題歌トゥモローズダイアリー夢だよりの CD が5月18日に発売されます。はい、先ほどお聞きいただいた第2クールオープニング主題歌のトゥモローズダイアリー、エンディング主題歌の夢だよりの他に3曲目には新曲のロードトゥーフォーエバー、そして、それぞれの各チーム、それぞれの曲の各チームバージョンが入ってます。そしてインストルメンタルバージョンも収録されております。全14曲の大ボリュームです。初回限定版特典にはトゥモローズダイアリーのミュージックビデオとメイキングオフショットを、収録したブルーレイ付きです。はい、すでに予約してくれた方もいるみたいでありがとうございます。ありがとうございます。夢だよりは本日放送の第13話のエンディングに流れますのでぜひそちらでチェックしてください。そしてですね、なんと本日は、はい、3曲目に収録される全体曲ロードトゥフォーエバーもちょっとだけお聴きいただこうと思います。やった冒頭、曲の冒頭とそして歌詞にもねぜひ注目して聴いていただきたいと思います、うん。本日は特別にね、メモリームービー付きでお届けしたいと思います。それではお聴きください。エールブルーでロードトゥフォーエバー。どうしてしんみりしてるの。まだまだこれからでしょ。日々はあっという間に過ぎて、いろんな出来事があったけど覚えてる。 Forever Dance。 スタートから勢いよくステッピン、だんだんとリーダーアピールしちゃって、さらにもう一歩ステップ重ねて目指す光に染まった未来。そしたらワクワク最高潮、違う沼にミラージュになる前に、そう諦めないで夢を乗り継げばきっと Good Life でしょう。さあタンタラタタタラタタラタタ、レディーメイドンさよなら。はい、本当よ。歌詞がね、やばいよね。やばいこれ、うん、映像もやばい、うん、いや本当に、ここはね、あとちょっとね短めでしたけれども、そうそうそう、ぜひ CD をゲットして、うん、はい、フルで聴いてみてください。お願いします。そしてですね、 CD は現在各店舗にてご予約受付中です、うん。本日店舗特典の情報も公開いたします。ドドン、はい、おお、わたくさんだね。かわいい、たくさんすぎる。爽やかだね、ね、うん、キャストスチールもあるわ、ね、本当だ本当だ本当だ、うん、
ぜひぜひゲットしてください、はい、詳細はホームページをご覧くださいませ、うん、はい。そして発売を記念して店頭抽選会やポスタージャック、リミスタでのオンラインサイン会なども予定しております。さらにウィズライブアプリにてオンラインイベント個別お話し会も開催されます。うん、こちらですね、CD に封入の応募券に沿ってご応募いただいた方の中から抽選でウィズライブアプリを使ったオンラインの個別お話し会にご参加いただけます。開催日は6月11日と12日です。出演は11日土曜日がバードとウィンドの8人、12日日曜日がフラワーとムーンの8人です、うん、申し込み受付期間は5月17日火曜日から26日木曜日まで、当選発表は6月3日金曜日を予定しております。それぞれの出演時間など詳細はテレビアニメ Q のホームページをご確認ください。続いてブルーレイ情報です。テレビアニメ Q のブルーレイ第2巻が4月20日に発売されます。やったー、わー、すごい。第2巻には本編の第5話から第8話までを収録、特典映像として Q リーディングライブボリューム1ムーンの映像も収録です。はい、私だよね、持ってます、ブルーレイ第2巻、うん、あらです。あらあら、すごい、かわいい。さらにですね、ゲーム Q で使用しているショートアニメも収録しています、うん、さらにさらに特典 CD としてバードソロコレクションもついた豪華仕様です、はい、うん、一家の時にね、フラワーのソロコレクション、ね、みんな持ってくれてるかな、バードもつくよ、うん、初回特典として、あ、いやいや、初回特典はバード4人の書き下ろしケースとフルカラーブックレット、そして7月9日に開催予定のリーディングライブボリューム6フラワーのイベント優先購入申し込み券が封入されます、うん、よろしくお願いします。そしてブルーレイ第3巻は5月18日に発売されます。第3巻のジャケットはこちらです。あらわ、まあ、かわいい、ゲットしてる。はい、第3巻には本編の第9話から第12話までを収録しております。特典映像として旧リーディングライブボリューム2ウィンドの映像も収録、うん、さらにゲーム Q で使用しているショートアニメや特典 CD としてウィンドソロコレクションもついております、うん、初回特典はウィンド4人の書き下ろしケースとフルカラーブックレット、そして8月6日に開催予定のリーディングライブボリューム7バードのイベント優先購入申し込み券が封入されております。よろしくお願いします、はい、します。はい、そして最後ライブ情報です。はい、Q サードパーティースタートアニューラインが5月1日日曜日に立川ステージガーデンにて開催されます。こちら劇場出てますね、かわいい、かわいい、うん、あと1ヶ月を切ってやりましたよ、はい、そうだね、早いね、頑張ろう、頑張ろう、今ね、絶賛振り入れなど、はい、準備してますので、はい、もうすごい、すごいことになりそうだよ、みんな楽しみにしててね、はい、はいはい、ということで、現在イベントの一般抽選申し込みを受付中です。受付期間はあさって4月10日日曜日までですので、ぜひお申し込みください。お願いします、うん、そして現在ポニーキャニオン通販サイトキャニメにて旧サードパーティーのグッズも販売中です。本日はグッズサンプルございますので見せつつご紹介します。はい、今回の書き下ろしイラストを使用したパンフレット、はい、こちら、キャストの撮り下ろし写真とチームごとのインタビューを掲載、うん、そしてイベントロゴを使用したペンライト、そしてペンライト収納ポーチもあります。これ便利ですね、はい、見てこれすごいの、すごいよね、ここに超便利、ペンライト入るし、ドリンクも入るよ、そう、携帯も入るし、ここにね、うん、ドリンクも入りそう、すごいよ、これ1個でライブ参加できちゃうからね、できちゃう、思ってたらすごい便利だなって思いました、はい、はい、そしてですね、マフラータオル、はい、T シャツ、はい、フラタオル、はい、かわいい、欲しいですね、ドン、おしゃれね、かわいい、爽やかだよね、色合いが、いいね、え、かわいいね、すごい好き、いつもグッズかわいいんだよね、かわいい、かわいいね、かわいいよ、な T シャツでございます、皆さんぜひ着てくださいね、はい、はい、そしてチームごとの取り下ろしブロマイドセット、はい、そしてイラストを使用した缶バッジを販売いたします、はい、はい、かわいい、かわいいよ、見てこの、え、ブロマイド、ブロマイドそんな感じになるの、そうだよ、そうだよ、ちょっと待って、すごいだよ、すごいね、これみんな見たことある、なんか見たことあるな、ね、なんだなんだ、いいね、いや、そう、素敵なのいっぱいなのでね、ぜひ、はい、見てください、はい、さらにただいまご紹介したグッズに加えて
アクリルスタンドの発売も決定いたしました。こちらです。ドン。はい、わ、出たー。なら新衣装よ。そうなのよ。やだ、めちゃめちゃ爽やかじゃない。どうですか皆さん。どうですか、どうですか。ていうか見てよみんな、見て見て見て、ここにあるんだ、ここにあるんです、があるんだ。かわいいよ。かわいい、素敵ですね。はい、素敵です、現地物販の詳細については後日特設サイトで告知いたします。お楽しみに。はい、まあ、可愛いグッズたくさんなんですけれどもね、はいはい、ということで CD もブルーレイもライブもお楽しみに。以上 Q からのお知らせでした。ということで Q ルームアルファボリューム3もあっという間にエンディングのお時間でございます。あっという間だ。よかった、あっという間だった。4人で喋ったの初めてだったけど楽しかったね、うん、楽しかったね。コーナーも楽しかったね。はい、この後ね、すぐアニメもありますから、はい、2クール目13話皆さんお楽しみに待っていてください。はい、最後にそれぞれからメッセージを送ってお別れしたいと思います。はい、じゃあゆのちゃんからお願いします。はい、皆さん今日は本当にね、たくさん見てくれてありがとうございました。コメントもありがとうございます。ワンクール目もね、それぞれ声優ならではのお話Qたくさんあったと思うんですけど、2クール目もね、それぞれのお話加速していきますので、ぜひぜひ引き続き Q をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。宮原ちゃん。はい、まあ、PV ね見てもらった限り2クール目何が起こっちゃうのって皆さん思ってらっしゃるかと思うんですけれども、ちょっとね、皆さんの、ね、予想のはるか上を行く転換になるんじゃないかなって思っております。お楽しみに。じゃあ豆ちゃんお願いします。はい、今日はね、初めてこの春組の4人で番組やってみてみましたけれども、うん、すごくなんか話しやすくて楽しい時間でした、うん、で、まあ、いろいろ今日ね、初公開されたこともあるので、うん、全部、まずはこの後のアニメ、うん、そして明日、MV が上がります、はいはい、もういろんなね、楽しみがあるから皆さんこれからも Q をよろしくお願いいたします、はい、本日はありがとうございました。はい、そして私からね、はい、まあ、みんなが全部言ってくれたのでいきたいと思うんですけれども、はい、まあ、みんなで喋れたのすごい楽しかったなっていうのと、まあ、ワンクール目ではあんまりムーンが見れなかったよって人は、うん、ぜひね、ツークール目楽しみにしていてください。私も楽しみにしております。この後13話からぜひね、最後までみんなのこと見届けてくれたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまた今夜のアニメでお会いしましょう。せーの。